皆さんご苦労様です。石田体育館にいろいろと言いたいことあります。もうでも散々おっしゃったと思いますので、皆さんでコールお願いいたします。カフィーカフィーイフティーケンカフィーカフィーイフティーナール占領やめろ占領やめろカッキーカッキーヒサールガッザカフィーカフィーヒサールガッザガザのガザの包囲をやめろガザの包囲をやめろカフィーカフィーヒサールガッザカフィーカフィーヒサールガッザカフィーカフィー、ジダールルファスルカフィーカフィー、マジュラーラカフィーカフィー、マジュザーラ虐殺はもううんざり虐殺はもううんざりカフィーカフィー、イスティーターンカフィーカフィー、イスティーターンカフィーカフィー、イスリアカフィーカフィーウスリア人種差別はもうたくさん人種差別はもうたくさんカフィーカフィーウスリアカフィーカフィーウスリア人種差別はもうたくさん人種差別はもうたくさん大礼マンチョル大礼マンチョル封鎖をやめろ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 大礼ホマ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 壁はいらない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 大礼リバハ大礼ハマラ大礼リバハ大礼リバハ虐殺はもうたくさん虐殺はもうたくさん大礼イシューブ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 入植地の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 大礼ギズアノト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 人種差別をやめろ人種差別をやめろガザを解放せよガザを解放せよ皆さんご苦労様です。これからも声を上げましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではお待ちの方どうぞよろしくお願いいたします。お待ちでも、はい、よろしくお願いいたします。こんばんは、イスラエル大使館の皆さん、私ね、僕の言葉は喋れないんで日本語で喋りますね、私たちはね、8月17日今ね、カノね、なんて言ったかな、カノ病気のデング熱でね、わざわざ代々木公園でね、8月17日に学習会やったんですよ。そしたらね、パレスチナの人が来てくれましてね、なぜね、パレスチナがこのような歴史を背負って生きているかということを話してくれたんですね。あの時はですね、デング熱に徹さんがかかってしまったんじゃないかと非常に心配したんですけども、大丈夫のようでしたね。で、私はね、その後、9月の8月30日か、国会前でね、田中隆作さんという方に会いました。田中隆作さんと握手したんですけど、田中隆作さんは1ヶ月ほど、ガザに行ってましてね、で無人飛行機に狙われながら取材をして日本にずっと送り続けたんですね。その、映像が、日本に、ね、送られてきてましたが、風呂場に、ね、閉じ込められて、虐殺された人とか、あるいは昨日、日比谷公園で、ね、千葉玲さんが話しました。千葉さんの話でも要するに子供たちが、ね、いかに殺されているかという話をしたんですよ。でね、
どういうことかというと、要するにイスラエルの人たちはパレスチナ人を30人殺されると自分の人口はね、イスラエルの人口が持たないと言ってるんですね。例えばアローコとかイスラエル兵の、着てる T シャツがあるんですが、それによると、妊婦を殺せば2人殺せるっていうんですよ、という T シャツをね、背中に背負って、それで殺戮を繰り返してるんですね。これが人間のやることですか。それとね、イスラエルは高性能な無人機を持ってみれば、どれが人間か、どれが大人か分かるはずなんですよ。それを少し知らないで、子供をなぜあんな大勢殺戮するんですか。映像で見てもね、頭が閉じてる人とか、あるいは手足がもぎ取られてる子供たちがいっぱい映ってるんですよ。そういうことは平気でやれるんですか、一体全体。ね、おかしいですよ。ね、YouTube でご覧になると、壊された5台のカメラっていう、映像があります。約1時間の映像ですから、皆さん、ネットで探して見ていただければ分かるんですが、イスラエルに、パレスチナに住んでるカメラマン、まあカメラが正規用ではないんですが、ビデオカメラで自分の生活を撮ってくるんですよ。でそのために、要するにイスラエル、パレスチナの地域は、要するにアメリカの金持ちね、ロシアのとか、ロックフェラー、それが土地を無理やり金で買い占めて、そこのところで飲食地を作って、そこのところで、家を建てて、強制的にね、輸出戦線を張らして、そこで入植をしてるんですよ。そこのところに持ってきて、ね、そのカメラマンは、5台カメラを5年約5年かかってるんですが、1年ごとに1台カメラを壊されて、ビデオカメラを壊されて、最後は自分も負傷するんですが、それでもなおね、自分が正当に、パレスチナ人として生きていく権利があるというね、ビデオカメラ、ビデオ映像を撮ってるんです。ですから皆さんぜひ見ていただきたいんですが、そうするといかにイスラエルが不法なことをやってるか分かります。ですからね、イスラエルの皆さん、自分がいいだけでいいっていうだけじゃ済まないもんで、今ところに来てますね。ですからもっと冷静に人間としてあるべき姿で、ね、政治を行って、ちゃんと今まで枠組みしたものは、少なくともね、インフラ、発電所、水道、少なくともこれだけはね、ちゃんと戻して、それでもう再びガザ地区には侵略しないということを約束して、停戦交渉をやっていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。不均衡通行中の皆さん、我々はですね、この道の奥にありますイスラエル大使館に対してガザ攻撃の責任を取れと、壊した学校や壊した病院を元に戻せと訴えるための抗議行動を行っています。我々日本も無関係ではありません。非常に不名誉な話ですが、彼らが使っている無人機というやつです。実際偵察機と呼ばれていますが、ミサイルを飛ばすこともできます。この無人機の誘導用のカメラ制御装置、これは我が日本のソニーのものが使われていることが判明してしまいました。そしてよくイスラエル軍が言うことです。その制御装置、性能のいい制御装置によって精密に攻撃しているので一般人への被害が少ないと、ふざけた話ですね。だとしたら精密に誘導して子供たちを殺したってことですか。人間のやることが。あと当地を取材していた日本人のジャーナリストの方が言っています。精密に誘導して攻撃しているだけあって、ピンポイント攻撃で必ず的を外されて、ほぼ外国人のジャーナリストは被害を受けていないが、パレスチナ現地のジャーナリストは狙い撃ちされてバンバン殺されていると。精密に誘導して殺しているそうじゃないですか。それが人間のやることですか。ね、我々も無関係でいなくなった日本人として言わせていただきます。今すぐにあなたたち、自分たちの首も絞めている。そしてあなたたちの国の企業のものも売れなくなる、イメージダウンになる。パレスチナの占領、ガザの封鎖、今すぐにやめましょうよ。我々は強く訴えます。はい、次の方、ご発言をよろしくお願いいたします。どなたがご発言される方おられますでしょうか。あれ、おられない。今日は控えめな方多いですね。
はい、行ってください。どうしますよ。ああ、すみません。はい、イスラエルがガザ攻撃をした理由ってあれでしたっけ、イスラエルの、誰、この感じだ、子供が殺されて、それがあのハマスという、政党でいいんですね、あれ。政党ですね。ハマスという政党の政党じゃないかという。で、ハマスはテロ組織だということで行ったんですよね。で、テロリストということで。で、僕はね、これガザのあれで見たガザ攻撃による被害者の写真ってほとんどが子供なんですよね。そうだ。ほとんど子供テロリストじゃないんですよね。まずは。ほとんど子供なんですよ。みんな日本の皆さん、テレビじゃ流さないけど、ガザで殺されてるのはほとんど子供なんですよ。なんか おかしいですよね、もう。まあ、それだけなんか、ちょっとコールなんですけど、英語で、ね。キッズはノーテレビ設定なんで。キッズはノットテロリスト。キッズはノットテロリスト。キッズはノットテロリスト。ちょっと。プレコールでさせていただきます。Kids are not terrorists! Kids 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 are not terrorists! 子供はテロリストじゃない! 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 子供はテロリストじゃない!子供はテロリストじゃない。子供はテロリストじゃない。子供はテロリストじゃない。子供を殺すな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 。子供を返せ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 。目の前に
日本テレビの別館もあります。そしてあと各マスメディア、アメリカのマスメディア含めてです、ニューズウィーク等もそう、口を揃えて言っていたのが、今回のガザ攻撃においてハマスが子供たちを盾にしている、ハマスが一般人を盾にしている、ハマスが一般人を盾にしている証拠はないと告発した BBC の方が、クビになったか飛ばされたりしたようなありさまですよね。で、仮に私はイスラエル大使館の皆さん、私はあえて言わせてもらいましょう。仮にハマスが本当に一般の方々を盾にしていたとして、一般の人々が盾にされていることを承知で爆弾を落としたイスラエル軍は裁かれなくていいんですか。そうだ。仮にマスメディアが言ったこと、そしてイスラエル政府が言っていたことが本当だったとして、ハマスが一般人を盾に使っていたとしても、盾にされている人々がいることを承知で爆弾を落としたあなたたちは人間じゃないですよ。でしょ？あなたたちの理屈は全然通ってないです。最初からパレスチナの人は死んでもいいって言わんばかりじゃないですか。ね、実際そう思っているから、今回のようにわざわざガザの人々が頼ってきた国連の学校を爆撃したりとか、あとわざわざ、ね、ガザの人たちよく交通手段としてロバを使ってらっしゃるようですけど、避難をして、そして避難場所の近くにロバがつないである場所をわざわざピンポイント爆撃して、パレスチナの人々が困るように交通手段のロバを殺したり、あなたたち本当に人間ですか。ね、やってしまったことは仕方がないなんて一つも言いません。でもね、最低でもあなたたちが今なすべきこと、完全に遅すぎた嫌いはあるけど、ね、国内におけるアラブ系の住人、イスラエル国内におけるアラブ人住人に対する、ね、ヘイトクライム、それの取り締まりももちろんだけど、あなたたちのなすべきことは奪い取ったものを返すことですよ。そうだ。命は返せない。ならば何年かかってでも弁済しなさい。金銭的な医者でもいい、何でもいい、あなたたちは償うんです。全てはそれからです。我々は訴えます。正当な償いをしなさい。まっとうな賠償しろ。はい、それでは次の方。